風流車は、株式会社ドームが所有する50%スケールの風洞実験設備である。風洞形式としては、水平海流式月賃源型を採用し、最大風速は秒速60メートルである。送風機のベーンに、当時としては、アルミやスチール製が主流だった時代に、カーボンファイバーコンポジットを採用することにより8枚、あるベーンの重量は4分の1に減り、 加減速時間の短縮や使用電力の軽減に成功した。軽速道は幅2.75メートル、高さ2.5メートルと50%スケールのムービングベルトを持つ風道としては日本国内で有数の存在である。2000年に竣工し数々のレーシングカーを開発してきたが2015年にトヨタ自動車株式会社へ売却。その後、 2019年3月に株式会社ドームが再取得した。2020年5月には計測制御システムに A コスワース社の最新の CMC を導入し、従来のシステムと比べ計測時間を約15%短縮している。レーシングカーの空力開発にはより高性能な風洞の必要性を感じていたドーム創業者の林ミは日本の自動車メーカーが F1 参戦に本格的に参入する中、日本での F1 開発の一助になるように建設を進めた。結果、ホンダ F1 やホンダのサテライトチームであるスーパーアグリ F1 チーム向けの F1 の空力開発が同施設で行われていたようである。建造に投げした費用は約12億円だが、設計やムービングベルトの製作など内製した費用も 計上すると、建造原価は約16から17億円と試算されている。ありがとうございます。